ねえ、アイズ、今度ロキと一緒に神の宴に行くんでしょ？うん。眷属を一人連れて行かないといけないんだって。アポロンファミリアの主催だったわよね。変なことを思いつく神様もいるのね。ロキも張り切ってた。けど。けど？ドレスは私が選びたいって言ったら落ち込んじゃった。いいんじゃない？ロキの言う通りにやってたら着せ替え人形になるだけよ。勧められたドレスが恥ずかしいデザインだったなんて言えないし、でもどこで買えばいいかわからなくて。任せなさい。いいところを知っているわ。ここはロキの部屋？前にロキからドレス借りたことがあるの。可愛いドレスもいっぱいあったわ。もちろんアイズが好きそうなやつもね。結局自分で選んでないような。こんなに選べるんだもの、自分で選んだようなものじゃない。これロキが買ったものなら結局ロキに買ってもらったってことに。細かいことは気にしないの。思い出してみなさい、アイズ、ロキに受けたセクハラの数々を。今までの迷惑に比べたらお釣りが来るわよ。さあ、気にせず選んじゃいなさい。これがいいかなって。いいじゃない。最高に似合ってるわ。ありがとう、ティオネ。一緒に選んでくれて。こういうのは恋する乙女に聞いた方が早いのよ。いつでも頼ってちょうだい。そういえば神の宴って何をするんだろう。ダンスを踊ったりするんじゃない？社交界だったらそういう感じだと思うわ。どうしよう、やったことない。じゃあその練習も付き合ってあげる。そしてターン。ダメよダメ、そんなんじゃダンスの相手に振り落とされるわよ。